鉄上網フェンスの上に乗り越えられないよう忍び返し効果を狙って設置された鉄上網。トゲ形状のものとカミソリ形状のものが併用されている。チェコの石油備地区基地での事例。鉄上網は鉄線、特に有刺鉄線で作られた柵。鉄上網とは鉄線で作られた柵である。特に有刺鉄線で作られたものは越えようとするものを傷つけることができるため、 土地を環状に囲ったり、線やコイル状に配置して障害物とする。人あるいは動物の外部からの侵入あるいは内部からの脱走を阻止する。電気を流して感電させるものもある。常設のものは土地の管理に用いられ、大人と大動物に対別できる。大人の常設鉄条網は施設、土地の警備、特に刑務所や軍事基地、国境線などに設置される。 また、仮設のものでは戦場に設置されるものが代表で、野戦追記で欠かせないものである。大動物は、野生動物や家畜が境界線を越えることを防ぐためのもので、対人に比べると単純で、費用対効果を重視した構造になっている。主に陣地の前面に構築され、敵不評の侵入を防ぐ。有刺鉄線や支柱に弾丸を命中させるのが非常に困難であり。 榴弾の爆風も通り抜けてしまうので、砲爆撃や機関銃などの集中射撃だけで破壊、内視排除するのは難しい。現実的には、防御側の重砲美にさらされるリスクを忍んで、人力で切断する、バンガロール爆薬等に代表される、鉄上網破壊に特化した爆弾で吹き飛ばす、あるいは、戦車や装甲ブレーザで踏みつぶしたり破ったりなどする。 現代の銃剣にワイヤーカッター機能がついていることが多いのはこのためである。工具や兵器はないが人員だけは正体レベルで存在する場合は兵士個人が排脳などの装具や小銃を腹に当てた体を守る体制で鉄条網に覆いかぶさり遊軍兵士がその背中を踏んで超える手法を取る場合もある。陣地に対する攻防をモチーフにした映画などでも 時折見られるほか、現在の陸上自衛隊でも鉄条網の突破砲の一つとしてこの方法が訓練されている。また、鉄条網に毛布や衣服、バンなどを被せることも有効である。もともとは牧場で簡単に設置できる柵の材料として製造されていたが、家畜泥棒などがかかりやすくするために各種の棘が工夫され、対人用に発達した。 防和戦争で英軍が築いた陣地には、残壕の周囲に鉄条網が張り巡らされて、機関銃が配備されており、後の日露戦争や第一次世界大戦で構築された残壕陣地の原型となった。日露戦争当時の日本陸軍内に、鉄条網についての知識は皆無に近く、旅順行為戦で有志鉄心に遭遇して、初めてその実態が理解された。 第一次大戦の残豪戦で、大々的に使用され戦線が降着する一因になった。機関銃と残豪、そして鉄条網の存在が残豪戦を生んだと言っても過言ではない。こうした障害を超えるために戦車が発明され、様々な公平装備が開発された。第二次世界大戦後は、東側衛星国が西側諸国との鉄のカーテンを維持するために、 1949年から国境沿いに鉄条網を敷設し始めた。現代でも各種の鉄条網が代表的な陣地構築資材として使用され続けているため多くの国で使われている銃剣や小銃の一部にはワイヤーカッターとしての機能が持たされている。ブラックジョークの中には世界の三大発明を鉄条網、機関銃、戦車とするものがある。 これに対処するため日本軍が用意できた唯一の装備はワイヤーカッターだったが、これすらも今位の外国商人が提供してくれたものだった。陸ク広ン大日記明治42年、万大日記時1月いたり12月在横浜。 ファーブルブラント明治42年1月明治42年12月陸軍省、三鶴市羊猿第4009号鉄線バサミ提供に、関する、憲法、三鶴市第151号通帳官房、ヨリブアーブルブラシドへ7月3日、フボエレルアニ大的会より送付の、鉄線バサミ提供に関する、書面制二両図。 外鉄線ハサミハハルユの物のたる派十分に認知、セラレ高徳とも目下我が軍にお手派特別の、公安に効く鉄線ハサミを使用、松室伊候ににさあたり区分の必要も、無の工場様治癒など、密露起り第五千九百八十二号をついて見本品、派当省へよう工場返礼を、要、すれ派らに、猿越総制度大臣宛在横浜、 ファーブルブランドよりの書面役背景拙者に、ボエレル兄弟紹介より、次手、松室志向法を示せ二次飛行紹介の名義をもって、新式の鉄線バサミを、各家にとも停止騒動。このハサミ破線時に大手通路等を、防災セール鉄線を買おくん切断しとくる者に、有の製造者とものサルス書にて派を周現村の、書式中一者にユールの両機無の趣もむきに行 鉄のカーテン撤去までの道の折。AFP2020 年5月12日閲覧。ありがとうございます。